長作品18は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラフ・フマニノフが作曲した2番目のピアノ競奏曲である。作曲時期は、1900年秋から1901年4月。第2楽章と第3楽章が1900年12月2日に、初演された後、全曲初演は1901年11月9日に、ソリストに、再び作曲者を、指揮者には重、重慶。 アレクサンドル・ジロティを迎えて行われた。その屈指の美しさによって、競争曲作家としての名声を打ち立てた、ラフマニノフの出世作である。発表以来、あらゆる時代を通じて、常に最も人気のある、ピアノ競争曲の一つであり、ロシアのロマン派音楽を代表する曲の一つに、数えられている。多くのラフマニノフのピアノ曲と同じく、ピアノの難曲として知られ、 極めて高度な演奏技巧が要求される。例えば第一楽章冒頭の和音の連打部分において、ピアニストは一度に10度の間隔に手を広げることが要求されており、手の小さいピアニストの場合はこの和音階をアルペッチョにして弾くことが通例となっている。ラフマニノフ、1900年代初頭、ラフマニノフの公共曲第1番は今でこそ重要な業績とみなされているが、 1897年の初演時には批評家の国評にあった。私生活における問題も相まって、ラフマニノフは、うつ傾向と地震喪失に陥り、創作不能の状態となる。1899年に、ロンドンフィルハーモニック協会の招きで、イギリスに渡ったラフマニノフは、ここで、ピアノ競争曲の作曲依頼を受け創作を、 開始するが、再び強度の精神衰弱に襲われる。しかし、1900年に友人の勧めで、ニコライダーリ博士の催眠療法を受け始めると、解放に向かい、同年夏には、第二、第三楽章を、ほぼ完成させた。最大の難関として立ちはだかった第一楽章も、同年12月頃に書き始め、1901年春には、全曲を完成させた。初演は、 大成功に終わり、その後も広く演奏されて圧倒的な人気を得た。本作品の成功は、ラフマニノフが、それまでの数年間にわたるうつ病とスランプを抜け出す、糸口となった。作品は、ラフマニノフの自信回復のためにあらゆる手を尽くした、ニコライダーリ博士に検定された。伝統的な二巻編成。演奏時間は、約35分。 伝統的な三楽章構成である。モデラート、破綻調2分の2拍子、自由なそなた形式主題提示部に先駆けて、ピアノ独奏が、ロシア政教の鐘を模した、ゆっくりとした和音連打を、クレシェンドし続けながら打ち鳴らす。導入部がついに最高潮に達したところで主部となる。主部の最初で、オーケストラのツッティが、ロシア的な性格の旋律を歌い上げるが、 その間ピアノはアルペッチョの伴奏音恵をひたむきに奏でるに過ぎない。この長い第一主題の提示が終わると、急速な音恵の異項区が続き、それから変歩調調の第二主題が現れる。第一主題がオーケストラに現れるのに対し、より助情的な第二主題は、まずピアノに登場する。劇的で目まぐるしい展開部は、楽器法や調整を変えながら、 両方の主題の音形を利用しており、この間に新たな楽奏がゆっくりと形成される。展開部で壮大なクライマックスを迎えると、あたかも作品を最初から繰り返しそうになるが、再現部はかなり違った趣きとなる。ピアノの伴奏音形を変えて第一主題の前半部分が更進曲調で再現された後、後半部分はピアノによって再現される。 そして第二主題は、イコークなしで再現され、入念にコーダを準備する。第一楽章において、ピアノ独奏は、得意なことに、第一主題の主旋律の進行を、完全にオーケストラ、特に弦楽合奏に委ねている。ピアノの演奏指南なパッセージの多くが、音楽的、情緒的な必要性から使われており、しかも伴奏として表立って目立たないこともあり、聞き手に、 ピアノの超絶技巧の存在を感づかせない。ピアノは、オーケストラのオブリガート的な役割に徹することで、時には、室内楽的な、時には、公共的な印象を生み出すのに役立っている。アダージョソステヌート、補聴調、4分の4拍子、助奏付きの複合3部形式ピアノ独奏の上に、フルートが入る、第二楽章の第一主題冒頭盛り上がった第一、 楽章が終わると、それと交代章をなす、感情楽章が、弦楽合奏のピアニッシモで神秘的な始まりを告げる。弦楽合奏の助奏は、波綻調の手話音から、クレシェンドしながら4小節で、補聴調へ転調しピアノ独奏を呼び入れる。このピアノによるアルペッジョは1891年に、作曲された6手のピアノのための、ロマンスの助奏から取られている。 この部分はピアノの右手が1小節に3連符4個の塊が3つで組まれている。そのリズム上に2拍目からフルートの完備で息の長いメロディーが入ってくる。その後4分の4拍子と2分の3拍子が混じりつつ、最初フルートで奏でられたメロディーがクラリネット、ピアノ、バイオリンへと受け継がれていく。テンポが上がり、ピアノが 第2取材を思い悩むかのように単調で奏でる。ファゴットや低弦さらに、フルートとオーボエなどと絡み、ピアノがメロディーを奏でて2回盛り上がる。その後、ピアノソロになりテンポも上がり華やかな分散和音の後、オーケストラと絡んで、ピアノのカデンツァへと進む。その後、テンポ1で、最初の3連符4個の塊が3つのピアノの音形になり、その上に、 最初のメロディーをバイオリンが奏でて再現する。その後、美しく短い集結部に入る。ここでは、ピアノの右手側音を波のように揺れて、そうで、最後は、ピアノだけでに楽章を優しく静かにまとめる。アレグロスケリッツ波単調波蝶々、2分の2秒し最初に聞こえるほ長々の旋律は、循環形式によって第一楽章から引き出されている。 その後の主たる学奏は明確な二つの対照的な主題を持ちながらも全学章で用いられたモチーフを断片的に使ったり二つの主題を融合するなど既存の形式にこだわらない自由な処方で書かれている副主題を持つ変奏曲あるいは変則的な論度とも解釈することができるスケル素的な気まぐれな性格が認められる第一主題とより叙情的な第二主題が 交互に現れ、最後のピアノのカデンツァの後に、波長調で全合奏で二つの主題が融合されて、盛り上がるシーンは、圧巻で高い演奏効果をもたらす。ありがとうございます。